ラジオ沖縄ナホットキャスティング赤川の長瓶のグブリーサビラ放送717回目の今日は10月の3日内の久美旧暦では8月の27日サの日やびにゃさて今とこねその生まれてから亡くなるまでのその人生儀礼という話をしてるんですけども今日はね出産の話をお届けしたいと思います まずね、あの子供を産む場所なんですけれどもジールと呼ばれているいろりのある部屋、まあ、主に裏座になりますけれどもそこで産むんですね。不思議なことにあの出産っていうのは非常に神聖なことだと思うんですけどやっぱ血が出るるかかからなのかあのなのいい場所でで産まなかったりするんですんよねだから何回も言うようですけどキリスト様も馬小屋で生まれておりますしそれから聖徳太子も馬宿の王子っていうぐらいでね。 で生まれたりさてそのジールのある場所にはですね天井からね力地綱と呼ばれている繋が垂れ下がっておりましてこれに捕まって子供を産むわけなんですよね。でやっぱりね魔物が入り込むとまずいっちゅうことでこの産む部屋には眉毛のしめ縄を貼るそうですよ。やっぱり一人ではできないのでねお手伝いがいるわけですよ専門のね。 あの俗に言うサンバっていう人たちですねうちな口ではカッティとかコアナシミヤと呼ばれているそうですねコアナシミヤ子供を産ませる人っていう意味に訳せますね何をするかと言いますとね子供が生まれたらまずあのへそのお処理するわけですよでこの時ね切るという言葉が非常に演技が悪いということで継ぐという言い方をするんですねなのでへそのを切って結ぶことを フスチジュンというそうですねで皆さんねこの切り取ったヘソのカリフス乾いたヘソって言うんですけど持っていらっしゃいますこれね保管しとくようになっているそうですよあのー、そうするとね健康で頭のいい子になるんですがなくすと長瓶風神なオフ層になるとちょっと間抜け猫に言われるなると言われているそうですねこれなくなるときまでねしっかり保管しておいて も亡くなる時にね体と一緒に燃やすようですよで面白いのがね風習がありましてね生まれたと同時にピークピークですねピークピークと言うそうですそしてね赤ちゃんの額に鍋摘みを2回こすりつける風習があるところもあるんですねこれは100歳まで長生きにするようにという願いから来てるそうですよで子どもが生まれた時は産木白い産木ねそれから正面そして あの出産お祝いっていうことでね持っていくでしょこれマースデーと言いますねで子供が生まれた時にあのお祝い持っていくときにはマースデーですよって言えばいいんですね、えー、今日は人生ぎれの中の出産の話をお届けいたしましたそれでは次のコーナーです沖縄のなんだ ちょうどあの旧暦のね9月に入りますんで9月は納棺期ということでね上拝み上がりうまいとかそういったことが行われるんですが今日はのの部位の話をお届けしましまょうかえ沖縄本島の北本部半島にある世界遺産の那期神城跡それから周辺の廃墟もあるものですね主な場所としては琉球開拓神話に出てくる久保御滝それから那期神の金ャブ それと場内のお元住、それからナッキ人のノロの屋敷の被縫棺、で北山を監視していた王様の一族であるナチ人監修、この方々の墓などもありますね。なんでこういうことが行われるんでしょうか。実はね、お墓場所を大きく分けて4つに分けられます。その1、琉球開賊にまつわる廃墟を回る。その二、山山時代の北山系の氏族たちが 先祖の地を回る3番目旧亡き神村に関係する廃所を回る4番目北山漢主にまつわる廃所を回るというもんですね。もともとね第二少子の3代目少信吾ちょうど1477年から1526年ですから、まあ、500年らい前ですねこの時代にですね各地にいたアジたちを主に住まわせたんですね。そうすると この人たちは何年かおきかかでで自分たちのの先祖の墓ととを回るることになるんですよね最初は士族たちが自分たちの先祖とか海革の御滝を回っていたんですけれどもその時のものがね那智神城内のカラオカとか天知事の滝そいつぎの滝とかそういったところを回るわけなんですよね。でそのうちに庶民がやるようになっていきます。 ところで海白の神話って言いましたけどこういう話なんですよ天帝が安美京に命じて琉球の島々を作らせました最初にヘドのアスモリそして亡き人の金屋部それから南部に行って千年森聖波大滝矢部札のラバるとそういったものをずんずん作りましてねその後に国々島々のお滝を作ったとなっていて最初に作ったのがヘドのアスモリそして次に 泣き人の花やぶと泣き人が変わってるんですねだから国にとって大事な廃所ということでそこを拝むと琉球開白にまつわる廃所を回るというのはこういう意味があるそうですよさて今日はねナチ人の部位というのを話してるんですけれどもなぜそこを拝むのか琉球の島を作ったということで最初に作ったお滝があるということでね琉球開白にまつわる場所であるということで 拝みに行くのがその一ですね。そして小信号っていう王様の時代にあの各地の味を狩りに集めました。そうすると何年かおきにご先祖様とかの墓参りをしなきゃいけないわけですね。そういうわけで回るのが2番目です。さあその後はですね。鳴き神社っていうのが北山の拠点ではあったんですけれども、まあ、琉球海賊にまつわる廃史でもありますし、実は第一代に将棋ともに 家は以前の出身だったもんですからその地域を特別扱いしておりましたそれで旧泣き人村の神行事に変わる仮民中の屋敷の日かん、それから泣き人の部位の廃所として回れるようになっていきましたなので泣き人のんどん地王霊のんどん地映画などというのが拝まれるんですねこれは旧泣き人村の廃所ということになります でちなみにこの王霊ノロという方がイ兵衛は以前にも管轄しておりました。でこういったその特別なあの場所であるよということで拝みに行くわけなんですね。さて4つ目1416年昭和氏が北山を滅ぼすんですが北山は首里から遠い上に団結心が非常に強くてまたもう混乱が起こるかもしれないということですね。自分のの息子を北山の教え,としあ教えとして き人城に配置をいたたししました、まあ、これはそのまま第二章子にも引き継がれましてね北山監守と呼ばれていたんですね。でこの監守たちは遠く周に葬られずに亡人の近くに葬られるんですよ。これが監守時代にまつわる廃所、まあ、北山監守の墓を回るということになりますね。運転校の近くにある右舟芝墓などもあります。 だからねあの,人の部位の廃所っていうのは4つの性格を持っていてもう一回言ってみますけども一つは、えー、琉球開革にまつわる、えー、金刃舞きとかそういうのがあるとそこを回りますそしてもう一つは旧北山の士族たちが首に移されたので自分の先祖を祀るために拝むこれが2つ目そして3つ目が亡ン村にありますのでね亡ン城は。 下の方に降りて行ったんですけども旧廃墟が残ってるんですねその亡木神村に本来なら亡木神村と関係ある場所なんですがまヌブイの一つとして組み込んでいったので旧亡木神村の廃墟を拝むまあ、城内の廃所とかですね4つ目が北山をあの監視していた北山監視の方々のお墓例えば、えー、ウフニシバカであるとかそれからあのー、なんていうかなえっ、ー、と あの上の方にあるお墓とかね、そういったものを拝んでおりました。まあ、こういった理由でナチ人種の分が行われているんですけれども、実はですねこんな言葉があるんですよ。元ナチ人というですね大きなあの人たち。元はナキ人であると。だからナキ人の方にルーツがあるんだという感覚があのうちの中にあるもんですからね。先祖の土地であるから重要だということでナーモル人たちであってもナキ人の血のつながりを求めて拝みに行くということに。 なりようです。これがナチ人の部位というものなんですね。さていかがでしたでしょうか。ちょっとややこしかったかな。今日はねあの旧暦のね九、えー、月が近いということで、えー、その時に行われるナチ人の部位についてお話しましたけれども、まあ神をと総称しておりますが有名なのがアガリマエですね。あの南部の東の方もあるやつ。それから長野ねアメリにサチヒジャーっていうのがあるんですけども、サチヒジャー。 薩知卑者おがみとかね、それからあの五さま系の方々がね、中グスクとかおがむ中グスクまいとかね、そういったのがあったりするようですね。そういえばさこのまっていうね言葉がね、あのー、なんか町まいとか入っちゃったんですけれども、元々髪おがみとかね、そういう時にまいって使うんですよ。上がりうまいとかね、それから行事の釜まいとかね使ったりするので、なんかそのまいっていう言葉がね、あの軽くなっちゃったような気が。 すするんですよっていうのはね、まあ、失礼ながら「ガチマイ」っていうのもありましてね「ガチマイ」っていうのは悪い言葉なのにこれを神様に使うようなまあやってていいのかなって思ったりするわけなんですけれどもたまにはこういうこと言ってもいいかね今日国吉さんがねあのおやすみなもんですから久々に「ドチーム2」でまた <laughs> あのうるさがった長敏がちょっと顔をたえ頭をまたもたげてきておりますけれども「まあ、言葉はね変わっていくもんですよ」ってねよく聞くんですが。うん もともとの意味をしっかりした上で変わってほしいなというのはとても思いますね。じゃないとですねあの軽くなっちゃうんですね。まっ、あ、て言って「濁い」いというのは本当は正確なあの言葉になるんでしょうね。街いったら街ってまた市場だからねあの市場ぐるぐる回るのっていう人もいたりしましたけれども、まあ、そこら辺はねうまくあの、まあ、商品名として捉えとけばいいのかなということで。 ままとめておきましょううかねね、えー、ののち時間自分で「ゆんたく」って言ってしまいましたけれども「ゆんたく」ってあんまり言葉じゃないらしいですねおしゃべりみたいな意味なんでね「語れごーと言いなさいって言われたりしましたけどもこの人周りにいる人がたくさんいたんですよね。 もう記者はうるさいなと思ったんだけど今逆に自分がその立場になってるなと思ったらまたちょっとええって思ったりするわけなんですけれども年なのか長尾の成功なのかよう分かりませんけれどもねそういう皆さんあの10月のね10月と11月のツアーなんですけれどもおかげさまでね早々と満席になりました本当にありがとうございましたまあコロナの最中なんでね、まあ、22名というあの、まあ、少人数募集になりましたけれども やっとね制限も解除されましたが、まだまだ油断はできないと思いますので、本当に手洗い、うがいね、それから不要な外出ね、を控えていただいてですね、えー、まだ頑張っていけばいいなと思ったりします。ツアーもね、ちょくちょくまたあの増えていくかと思いますんで、その時はまたワンカラワンカラして申し込んでくださいね。あ先祖の声が久々でしょう <laughs>。というわけで、番組のご案内や赤瓦町民、AB タン。 それではまた来週までご無理さびら